タがビタミン音符、氷川清、ちんくん美味しい波ダッシュ、上昇陣の手作りパスタに舌鼓。タレントの上昇陣が24日のインスタグラムで氷川清とのツーショットを公開している。意外な組み合わせだが、この日は上昇が毎年参加している黒木瞳主催のクリスマス会で顔を合わせたそうだ。上昇陣は2006年8月波ダッシュ9月に上演された黒木瞳主演の舞台、ママラブズマンボイブでプレイボーイの雑誌記者役でミュージカルに初挑戦した。この共演から毎年クリスマス会に招待されるようになったという。昨年の上昇人志白崎アンダーライン JIN アンダーラインオフィシャルインスタグラムにはその黒木との仲睦まじいツーショットが公開され、あら、ちょっとラブラブなどとフォロワーから冷やかされていたものだ。今年も黒木から招待された上昇は料理の腕を活かして自作のパスタを振る舞ったという。それを食した氷川清から、ちんくん美味しい波ダッシュと褒められ、上昇は大喜びだ。彼はこの時の氷川の印象を、優しい空気感ですごく爽やかと綴っている。フォロワーも荒イケメン同士、目の保養。クリスマスプレゼントだわ、お二人って同い年ですよね、素敵なツーショットをありがとうございますと、二人の並びに目を細めているようだ。